今から行くのは旗トンネルという場所です。いや、旗トンネルだよ。トンネルはいいよ。日本一のバケトンって言われてます。これが教育です。あー、びっくりした。なんか動いてるの見えない？え、俺光見えるけど、ほらなんか動いてるよね。ちょっと待って、なにえげつねえことになってこんなさ、道をかき分けてトンネル行くことある？狭すぎだ。え、やばいよね、これ待って、なに、ええ、ある、ある、ある、トンネル、トンネル、え、あ、これか。やばい、サウダが溶けた。え、うわ、やってるやってるやってる、足ちょびたい。え、こんなの？いや、よいしょ。うわ、もう靴が。気をつけてよ。これカメラ開けないか。ちょっとトンネル前、入る前にさ、ちょっと注意事項ちょっと確認しようよ、カメラ。いや、大事。笑うシミを見つけていく。はいはいはい。振り返っちゃいけない。え、もうこの時点で振り返っちゃいけない。多分出口、出口が近い。あー、なるほどなるほどなるほど。前のトンネルと違って広い。ちょっとさ、俺も聞こえた。え、なんか前のトンネルと違って広い。ロッパさん、俺も聞こえた。え、なに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 、え、大丈夫だね、まだまだいいんだよ。完全に女の声してる。え、マジで女の声でしょ。俺も女の声でした。いや、もうやばいな、これ後ろやばくない？後ろの圧やばい。なんか本当にやべえことになりそう。なんか来てる気がする、後ろから。じゃあ、3で行きましょうか。うん、よいしょ、行きましょうか。わかった、行ってきまーす。行きまーす。なんかすっごいもういびつで。ないよね、しかもこれさ、夜とかどうすんだろうこれ。通れないよ。あ、書いてあるね、なんか書いてある。ほんとだ、めっちゃ大気にびってる。え、超怖い、マジで怖い。え、てかシミっぽいのいっぱいない？そう、だから笑ってるやつ見つけるね、やばいね。これ出口？あ、出口見つかったね、一応。じゃあこの辺もう絶対ダメだね、振り返っちゃね。振り返っちゃいけないって言われるとさ、うん、もうやべえんだけど、恐怖が。そう、でも絶対振り返ってみて。俺はもう背筋やばいもん、背筋。あ、怖い怖い怖い、なんか聞こえる、なんか聞こえる。俺もなんか聞こえる、やばいわ。一旦マイク、一旦じゃあ一旦マイク、マジやばい、俺もやばい。もういいっしょ、もういいっしょ、もういいっしょ、もういいよね、もういいっしょ、さすがに。まあ、一旦出ましたね、うん。寒気がすっごい止まらないんだけど。でさ、出口ら辺の接種も全然違ったよ、空気。出口ら辺の破壊力やばい、うん、え、ガチやばかったよね。俺と正義と基本も一斉にやばい、やばい。なんか余計な足音聞こえてる気がする。なんか3人じゃないの、絶対。そう、うん、もう一人入ってる気がする。さあ帰りましょうか。はい、こっちは大丈夫です。 なんとかです。ちょっと壁とか見とく、うん、うわっ、ちょっと待って待って待って、ちょっとやばい、落とすと危ない。うわっ、ちょっと待って待って待って、ちょっとやばい、落とすと危ない。めっちゃ今笑う声聞こえた。ええっ5回も俺も聞こえてないよ、お前ら。こっちびっくりした。あぶねえ、バッタも落としたね、カメラ。俺びっくりしてる。男でした。帰ろうぜ、無理だ、持てねえ俺カメラ。うわっ、こっち、待って待って待って、前に出してやばいからね、雰囲気、ほんとにこれやばい。見た目がガチやばい。ホラー映画の見せ方マジで本当にそのレベルで、え、ガチやばい。これ皆さんにこの臨場感伝わりますか？これ伝わるよ、伝わる。本当にやばい、本当にやばい。絶対違いなんだこれ。行こう。ちょっとエグいわ、出口やっぱエグい。出口ら辺の恐怖やばい。全然なんか後ろ振り向いちゃいけないって言われると、うん、なんかもうめっちゃ来てる感じして。いや、もうそうだよね、もう。なんか足音が一人分多い気がする。足音ちょっとスタスタしてて、最後の方が余計な足音がある気がする。後ろに、後ろ、あ、後ろなんだ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。旅立ちました。シミ見つけてあげるって言われてる。やばい、消えていく感じも怖いね。なんか俺気づいたかもしれない。上引っ掛け傷みたいに見える。全部横のライン、ほら横、ここはライン出てる、向こうに。あ、このラインか。そう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 、これまで行ってんだか。あ、ここだけずっと綺麗に入って
ていうかさ、え、これじゃないのシミ、え、ね、どれどれ、うわ、シミじゃん、シミじゃん、え、どれ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 、これ大きいんじゃない、ちっちゃい、そう、大きいシミだよこれ、そう、ここの全開、全体ほら、これ自体この黒いやつだったと、そう、多分見え方だと思う、そういうことなんかな、えぐいって、マジで、そう、もうこっから後ろ振り向くのはやめよう、うん、もうだって出口付近になりそうだ、え、これさ、後ろ振り返っちゃいけないとか言われるとこのカメラめっちゃ気になるやんけ、気になる、うわ、怖っ、いや、なんか見ても絶対振り返っちゃダメだ、あ、いや、ちょっと待ってよ、ほんとやばい、ちょっと、ほんとに落ち着くわ、え、あ、え、寒、一個遅れてきてる、確かに、え、足音か、うん、そうでしょ、さっさ、そうでしょ、さっさって遅れて聞こえるの、なんか分かんない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 、何も聞こえない、分かんないけど、やばいやばいやばい、もうほんま怖い、出口だ、出口だ、待って待って待って、俺見え方によってさ、目、なんかもう叫んでる女の人みたいな、見える、もしかしたらその上、目二つで、それ口、見え方によっちゃ見える、うん、でもシミだ、シミってこれだよね、うわ、出口駅にシミ多いな、うわ、なんかやばいね、確かに、でも全部顔に見える、あー、確かに抜けました、反対側の風景こんな感じだね、出口、そうだ、反対側こんな感じだね、こんな、マジでこれいるんかな、帰りさ、後ろ何も聞こえないね、逆にそう、響かないのよ、ほら、風すら聞こえないよ、確かに、さっき来るときは、うん、確かに後からさ、さ、さみたいな音は聞こえたのよ、ねえ、ただこっちは本当だもんね、おー、わー、ちょっと怖いって、マジで、ねえ、カメラ落とすそうになった、危ないって、笑ってるってより、女の人が叫んでるような顔見える、うんくんの叫びみたいな感じの顔が、なんか、なんかあったのね、多い、あったの、しかも出口付近に、そういう、やばいじゃない、それあと、中間で行くと、そう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 、そう、巨大、シューって、それちょっと風だと思いたかったんだけどね、あ、多分聞こえた、あ、聞こえたっちゃ聞こえたけど、今じゃあ違うの、普通に謎なのがこの間から出てる、いや、これ確かにそうだ、この水めっちゃ気持ち悪いよ、前ちょっと外すと見やすいんですけど濡れてんすよね、で水たまりになっちゃってるぐらいだもんね、そう、謎の穴から水が出てるんですよ、確かに、でもここ水まみれみたいな、出張ホラーね、うん、もう編集してるからわかるけどね、うん、意外とこういう帰るとか何気ない会話で入ったりするんだよ、確かにマジ結構入ってたよね、前回、そう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 、大輝とか危ねえよ、サンダルだから、うん、なんでサンダルなんだよ、頭おかしいだろ、靴足やってるやつがなんで一番危ねえか、足やってるやつがサンダルってのもおかしいし、シンスプレサンダルってのもおかしいからそもそもがいろいろとおかしい、大輝が一回こけるに一票絶対OK、 これこけてほしいに一票帰ってきましたやばすぎて、帰ろうかなと思った、うん、思える、でも無理だと思って、なんかもう、うん、出張ホラーナイトウィークとか、うん、やめようぜと思って、うん、ちょっとじゃあ感想を一人ずつお願いします、うん、シミが顔を見えたらなんかのくっついてくるって言ってたじゃん、今回後引きがやべえ、顔見えたのぽいなっていうのはいくつかあったの、やっぱ出口付近に、うん、合ってるかは分からないけど、その後引きが見えてたらやばいってこと、うん、俺はもうあの男性のあー、もう笑い声フフフフフみたいな連続で聞こえてる、はいはい、はいはいとかじゃないじゃん、やめてよ後ろからやっぱり音はすごいするっていう、ワンテンポ、ツーテンポ遅れて、ただ帰りはめっちゃ静かだったよね、うん、ね、そう、ほんとそう、妙に静かだね、響いてないの、音が何も、うん、行きだけなの、あの出口の直前ぐらい、そうそうそう、その時が一番やばい感じはある、そう、一番そこがすごい後から聞こえてきてて、笑い声聞こえたんですよ、シミの笑顔が見えたの、そうやって、まあ見えてない、これは、ああ、確かにそう、うん、なるほどね、ああ、確かに、天井を向いて笑ってたの、あ、マジかってか、お前泣いてる、俺泣いてない、娘、あ、涙じゃない、涙目だ、ね、涙目、あ、涙目なんだ、すげえ怖かったね、俺、うん、震えてた、ずっと、本当に危ないもんね、いつも危ない俺はすごく入り口を真正面で見るとめちゃめちゃ封鎖されてるように見えちゃう、俺さっき行く前、まあ、ちょっと俺後ろ向いたじゃん、その時ここが全部壁だと思った、だから俺もう封鎖されたのかなと思って、最初なんか幻覚でここがあもう出れないって出れないって俺思った瞬間、えっと思ったけど、よく見て大丈夫で、もうそういう恐怖もあるし、見てないでしょ、うん、見てない、どっちで見えんの、
錯覚で、あの葉っぱが多すぎて土砂崩れみたいなのでバーって封鎖されたように見えんの、ライトを、出れねえ入り口につけるまで。だからそれをレイが見せてんのかなっていう感覚に陥った。まあ総じて声のでかさで言ったら一番ヤバくなかった、うん、多分、うん、多分一番でかかったよ、ね、一番でかかった、木をくぐろうとした時だよね、うん、そうそう、手前で、そう、そこがちょうどなんかもうヤバい感じの境界線みたいになってて、なんか俺らもそう感じてて、でちょうど歩いて入る時にその笑い声がもう、笑い声じゃないですか、うめき声かな、一気にもうみんなの真ん中だよね、この辺から多分プワーってきて、いやマジ近かったあれは、いやあれは多分かっこいいちでかかった、ね、最初の感じとさ、あとの感じちょっとビフォーアフターして、絶対もうみんな爆笑すると思う。ジキッシャーシキ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 、ほらほらもう新スポイクだ、もうヘッチャラガンミエル、ヘッチャラガンミエル、昼みたいなもん。え、今キャンプ行った、行ったよな、行ったよね、あれ、え、今やばいやばいやばい、え振り返っちゃいけないって言われるとさ、やべえんだけど今日そう、うわっ、もっともっと寒っ、寒っ、1個遅れてきてる、確かに帰りはもう次の場所行きたくないみたいになってるから、ちゃんと老けてるもんね、うん、終わったらということで、出張ホライナットウィーク第2弾、飯能秩父編旗トンネルレート SS に認定します。うわー、もう意味思います、うん、ちょっと1個上がるね、うん、上がるな、これはちょっとね、やべえ。ということで皆さん、出張ホライナットウィーク第2弾ということで、1、2週間毎日出張ホライナットが上がりますので、はい、皆さん毎日チェックしてください、はい、お願いします。ということでチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。お願いします。行ってほしい心霊スポットは下のメールアドレスまでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。第2箇所目でお会いしましょう。バイビー、バイバイ。ほんと一人あれだよね、一列じゃないと通れないね。仏壇があるらしいんですけど、それを見つけてしまうと眼球のないおじさんに襲われるっていう噂が。まあここまでということで。え？いや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 、待って待って、コツ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 言ってる、待って、本当に怖い、本当に怖い。レート SSS でございます。ここが SS だ。